成田センチュリー。成田センチュリーは、日本の競争は、主な勝倉は2004年京都大賞典、2005年、京都記念。共に GII。1999年のセレクトセールにおいて2050万円。消費税抜きで落札された。2002年1月に、京都競馬場でデビューし、同年の札幌賞に勝利する、ノーリーズンの4着に入る。この時の安状は、 武ケコ郎シロであったが、2000目以降は、本場所属の藤沢則りお旧車に所属する田島広和が乗りするようになり、連続2着を経て、4戦目で、初勝利を挙げる。なお、現役生活での発祥はすべて、田島の機乗で挙げたものである。続く、若草ステークスは、ダートの未勝利戦を勝った直後で、単勝10番人気であったが、 後に重賞を3勝するローエングリンから0.5秒差の4着に検討した。続く500万下条件戦は後に重賞を5勝するマイソールサウンドの3着に敗れ、休養に入る。10ヶ月ぶりの復帰戦を4馬審査で勝利すると、続く昇級戦、1000万下も勝ち、その後の特別戦、1600万下でも3着に入ると、重賞初挑戦となる。 金社地賞に向かう。単勝11番人気であったが、タップダンスシチーから0.8秒差の7着に入り、GI 参加チューマのテームオーシャン9着に先着した。再び休養に入り、その間に一度勝っている千万下に高級したが、6ヶ月半ぶりのレースとなった条件戦、千万下を庭審査で勝利した。前走から、 中2周で再び1000万下の競争に出走し、花さで勝利したが、すでに同じクラスを2勝していたこともあり、起乗した田島は、自身のウェブサイト、現在は、閉鎖で、どう乗っても勝てる自信はあったとコメントしている。続く特別戦、1600万下もトップハンデながら、勝利し、3連勝でオープン入りを果たす。2度目の重賞挑戦となった中京記念では、後方からレースを進め、 直線ではないラッチ沿いを最速の上がりタイムサンハロン三十四秒四で追い込んでくるが単勝最低人気の名勝起用に逃げ切ら日着に敗れる続く三景大阪杯では最後の直線で外に出すが伸びきれず八着に敗れた GI 初出走となった天皇賞春では安状が主戦騎手の田島から吉田実に変わるが逃げ切り勝ちしたイングランディレをはじめ 先行した馬が上位を占める中、後方から刺して5着に入る。この乗り換わりは、実戦での機上が少ない中、普段から調教をつけ、この馬を生き甲斐にしてきたというほどであった田島に、とってはショックだったようで、自身のサイト、前述が、約2ヶ月間更新されなかった。ちなみに、田島は2004年は三勝しか上げていないが、その三勝はすべて成田センチュリーによるものであった。 しかし、5ヶ月ぶりの京都大賞店で田島とのコンビが復活する。いつものように後方からじっくりとレースを進め、直線でアドマイアグルーブを外からかわすと、内をついてきた、断然の単勝一番人気、1.4倍のゼンノロブロイをも捉える勢いで伸びてきた。ゼンノロブロイと馬体を合わせると、ゼンノロブロイも差し返そうとするが、首差し袖けて、重傷発生波を飾る。 前奏の天皇賞、春で騎場できなかった田島は、競馬で騎場できるか分からず不安に思いながら、調教をつけていた、出馬投票で、自分の名前を確認するまでは安でいっぱいだったことを、経ての勝利に、今回の重賞勝利は、今までと違い、悩んでいる時の勝利だったので、本当に嬉しかったとサイトに記している。続く、天皇賞、秋では、内が伸びる、馬場状態の中、 外をついて伸びてくるが、全ロロブロイの六着に敗れた。ジャパンカップでは再び乗り代わりとなり、柴田義富を背に単勝を四番人気に支持され、最後の直線では外目をついて伸びるも五着に終わる。二千五年の初戦は、日経新春海であったが、田綱は田島に戻らず、竹豊が帰乗することになるが、前年の京都大賞店で負任した全ロブロイが、その後、GI、 天皇賞、秋ジャパンカップ、有巻を3連勝したことで、相対的に、成田センチュリーの評価も高まり、58kg のトップハンデながら、単勝1.6倍の一番人気となった。しかし、直線で前が詰まる風りがあり、ブービーの9着に敗れる。レース後、竹豊は、自身のサイト、テイク、A チャンス、で、本調子でなかった。 感じ、不利を喰らいそうな場所にいること自体がどうが悪い証拠、などとコメントしたが、田島は、状態は悪くなかった。あの馬は勝負どころで気を抜くというか遊ぶところがある。手応えがない感じだが直線では長くいい足を使う、などとし、続く京都記念で参戦ぶりに、田島が騎乗し、雨で、重ばばの悪条件の中、終市内を回って、直線を向くと、東証ナイトにいちいち、 二場審査をつけて勝利し、重賞二勝目を再び京都で挙げる。田島は、コンビが復活しての勝利とあって、京都大賞天の喜びとはまた違う嬉しさがあると、語っている。その後、天皇賞、春に向けて調整されていたが、腰の状態が思わしくなく、長期休養を余儀なくされてしまった。休養は一年二ヶ月にも及び、復帰戦となった2006年4月の天皇賞。 春は、田島によれば、体は万全に仕上がっていたがテンションが高かったといい、これまで5ヶ月以上の休み明け、新馬戦を除くは3戦3勝であったが、ここでは12着に敗れた。続く宝塚記念は、天皇賞を使ってからは、いい状態をキープして、メンタル面で落ち着きが出てきたといい、レースでは、前年の京都記念と同じように雨の中、内を回り、 直線を向くと伸び足を見せ、ディープインパクトには4馬身及ばなかったものの単勝10番、人気低評価を覆して2着に入った。2006年の宝塚記念は、阪神競馬場の改修工事の影響で、これまで重勝2勝を含む4勝を挙げている愛称の E 京都での開催で、重勝を2勝した時と同じ7番枠に入り、また、ディープインパクトを任すには、 コンディションの悪い不良ババと思っていたので、実際の馬場状態はやや10。田島は、運も向き勝てるのではと感じたが、乾杯、レベルが違いすぎたと自身のサイトに記している。宝塚記念終了後は、秋の GI 先生を目指して調整していたが、屈辱園を発症したため、7歳という年齢面も考慮され、 同年8月25日付で JRA の競争馬登録を抹消し引退した。北海道日高町の日高慶守母場、農協門別種馬場で種母場となったが、種付け数は伸びず、対策ステーブルへ移動。2012年をもって種母場を引退した。その後は2カップホロシリ乗馬クラブで乗馬となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。